4月27日、2024年元 GP 第4戦スペイン GP 元 GP クラスの土曜日セッションがヘレスサーキット、アンヘル・ニエトで行われ、中上孝明、LCR 本田秀光は予選で21番手を獲得し、スプリントレースは10位となった。中上は、初日のプラクティスで目標としていた1分36秒台に入れ、トップから1秒以内につけた。 ホンダ勢としても最上位で終えており、厳しい状況の中でも少しずつ進歩を見せ、2日目以降も意気込んでいた。2日目を迎えたヘレスは、午前に降った小雨の影響により、フリー走行2回目と予選はウェットコンディションとなった。FP1 でウィーク初のレインタイヤを履いた中上は、ラストアタックで1分50秒358をマークしたが、 続く予選 Q1 での序盤のアタックでは、FP1 でのタイムを更新できずにいた。そして、終盤にリアのソフトタイヤのみを新品に変えてミディアム、ソフトで再度アタックに挑んだ。1分50秒245とわずかにタイムを更新したが、予選 Q2 進出とはならず24番グリッドが確定した。午後のスプリントでは天候と路面が回復し、ドライコンディションでレースがスタート。 中上はフロントにユーズドのミディアムタイヤ、リアには新品のソフトタイヤを履いて挑んだ。オープニングラップを23番手で終えると、前を走るアレックス・リンス、モンスター・エナジー・ヤマハ元 GP チーム、王羽。その後、序盤から終盤にかけて終始、上位勢の転倒が相次いだため、中上は必然と順位を上げる展開となった。その状況の中、 フロントのフィーリング不足とトリッキーな路面状況に悩まされたが、転倒を喫することなく最後まで走り進め、最後は11位でフィニッシュ。しかし、レース終了後に計5名のライダーにタイヤ内圧違反が判明したことで順位に変動があり、中上は10位に繰り上がる結果となった。ヘレスは中上にって最も得意なコースで、MotoGP クラスにデビューしてから過去6年。 全てのレースでポイントを獲得しているスプリントでは惜しくもポイント獲得とはならなかったが、日曜日に行われる決勝では追い上げとポイントを獲得する走りに期待したい。LCR 本題出光、中上孝明、予選、24番手、スプリント、10位。今日はクラッシュも多く、大波乱のスプリントでした。トリッキーなコンディションだったので、 状況の分析ととミスを避けることに努めましたベストは尽くせたので、収集した情報を生かして、明日のレースでは一歩前進できるように少しずつ修正を加えようと思います。